the first priority must be to minimize the radiation exposure.被爆にさらされている方々の年間被爆量をできるだけ下げるためにあらゆる努力をしなければならないと思います。ですね、できるだけ早い段階に国際的にも認められている年間1ミリシーベルト以下の被爆量に抑えるあらゆる努力をするべきだと思います。特に事故から1年半経った今そうするべきだと思います。科学とそれから科学的に得られた証拠に対してきちっとした尊重をするべきだと思います。これまでですね、日本政府を含め政府の政府のために働いている研究者たちが必ずしも正確なデータを提供してきていないという事実があります。特にですね、年間100ミリシーベルト以下の被爆量が安全だという科学的な根拠はありません。昨日仮設住宅、川内村の仮設住宅を訪問することもできたんですけれども、その時にそこに住まれている高齢の方々と、交流する機会もありました。で、彼らと話しているのは非常に精神的にも、トラウマを受けているということも分かりました。本当にその家族とも離れて、孫とも離れて生活を、仮設住宅での生活を送らなければいけないというのは非常に悲しい現実です。で、その地域の汚染を、できるだけ除染することはもちろん必要ではあるんですけれども、その政府の努力というのは、努力といいますか、政府が非常にその被爆の被害、またその危険性を少なく評価しているというふうに私たちは評価しています。今回の視察は私の、物の見方を永久に変えてしまったんですね。というのは、福島に行く以前から電離放射線の及ぼす健康被害というものを科学的に知っていました。ですけれども、今回の視察によって原子力というのはですね、人の遺伝子を崩壊させるだけではなく、家族ですとか地域の社会の人々をつなぎ止めている、そうしたつながりをも破壊させてしまうのだということがよく分かりました。他の影響というのは今後徐々に出てくると思います。科学によれば明確なんですけれども、安全な被爆量というのは存在しません。ですので、本当にわずかな、放射線に被爆しただけでもですね、今後、がんの発症率が上がっていったりとか、他の病気が、発症するということが今後出てくるかと思われます。それからですね、もう一つ覚えておかなければならないのは、一人の政府関係者も言っておりますように、福島原発の4号機ですね、こちらの方は非常に脆弱な土台の上に乗っておりますので、今後地震が来た時にまだ予断を許さない状況になっています。最後にですね、科学者それから健康のプロとして分かっていることなんですけれども、今回の原発事故によって月を払わされる、結局月を払うのは未来の世代だということです。例えばですね、土壌は健全な食べ物を今後何世代にもわたって産出することができません。またですね、こうしたブルーのプラスチックシートがかけられているんですけれども、この放射性廃棄物の上にですね、こうしたものはですね、こうした世代間の問題、世代をわたって引き継がれる問題をすごく象徴しているものだと思います。そして私たちには解決策がありません。ですね、例えば子どもたちに夜お話を聞かせてあげる電灯をつけるのにですね、原発はいらないと思います。そのことによってですね、将来世代を犠牲にする必要は全くないと思います。それは本当に間違った選択だと思います。本当に安全な選択肢というのは存在します。安全な選択肢によってエネルギーの供給を確保することができるのです。